ルシアン・フェイブルルシアン・ポール・ヴィクトル・フェイブルは、フランスの歴史学者。1878年7月22日に、フランスのナンシーにて生誕する。パリの高等師範学校在学時に、当初歴史学を志す者の文献資料批判に、明け暮れる風潮になじめず、文学を学ぶ。卒業後、地理学者、ビダル・ドラ・ブラーシュの影響を受け、再度歴史学研究へ興味を移していった。 1911年に論文フェリペ2世とフランシュコンテ政治、宗教、社会史研究を執筆。フランシュコンテ地域圏の歴史を政治、宗教、社会の相対的な位置づけのもとに執筆した論文は高く評価され学位を取得する。翌1912年にはリジョーン大学の教授に就任するが第一次世界大戦の勃発に伴い、 4年間軍役生活を送り、教団から離れる。アルザス・ロレーヌがフランスへ帰属した1919 19年に、ストラスブール大学の教授に就任。1922年に、大地と人類の進化歴史への地理学的序論、マイナス・ラペール・エル・エベルシオン・ヒューメイン、イントロダクション・ジョバグラフック・ア・エル・イストワールを発表し、歴史学と地理学。 社会学等の周辺領域の学問の連関を主張、この時期に同僚であるマルク・ブロックと生きた歴史学の必要性において意見を交わしている。同書の中でフリードリ・ヒラッツェルを環境決定論者、ブラーシュを環境可能論者と呼び、環境決定論を否定し、環境可能論を正当化しようとした。この本の反響は大きかったが、地理学ではすでに環境決定論から、 環境可能論への転換が終わっていたので、地理学に与える影響は大きくなかった。1928年、フェーブルとブロックは、ベルギーの歴史学者、アンリ・ピレンヌに、経済史に重点を置いた、歴史学史の発刊を持ちかけるが、意見の一致が見られず計画が飛んだ。翌1929年、二人は、歴史学史の創刊を実現し、自身の歴史学における、経済学、 社会学の重要性の主張を込め、経済社会史年報はナールディイストワール、イコナミック・イソシアルと名付ける。経済社会史年報はその後たびたび使命を変えることとなるため、総称してアナールと呼ばれる。1933年にはコレージュドフランスに、招聘され、近代文明史の講義を担当する、前景、大地と人類の進化役者イーズカによると、 歴史地理学講座担当。その傍ら、アナールでの執筆、書評に力を注ぎ、宗教改革やルネサンスを、精神生活、神聖、芸術との関連において位置づける、神聖シーストアールでメントリッツを提唱する。1941年に勃発した第二次世界大戦において、フェーブルの研究活動は中断され、ナチスドイツへのレジスタンス運動に身を投じていた。 ブロックは銃殺されてしまう。しかし、フェーブルの情熱は衰えず、戦後も、アナールに寄った活動を続け、フェルナンブローデルなどの歴史家へ活動の場所を提供し、活発に議論を交わした。晩年は、高等研究実技学院の第6部門の創設に携わり、歴史学及び周辺領域の学問の研究促進に寄与した。1 9 5六年九月十七日、 フェーブルは、ウルゴーニュ地方のサンタムールにて、二つの大戦を生き抜き、歴史学に改革を起こした78年の生涯を閉じる。ランケにより確立された、政治史、外交史を文献に基づき厳密に再現する、歴史学を無味もうまいな方法と批判。統計学、地理学、経済学等を取り入れた、社会学的手法を取り入れ、文献資料の意義を問い直し、 生きた歴史学を主張した。また、古文書等の文献資料のみならず、詩、絵画、儀曲、考古学的資料なども、講義において資料と位置づけられることを強調した。農業史技術史出版史などのテーマ史において、周辺領域の学問との連携が必要であると主張した。経済史においては、政治史のみならず、貨幣価値の変遷を重視し、 統計学的手法を取り入れた。上記のように、絵画、文学を資料として用いる場合は、芸術学、心理学、文学の手法を用いるなど、テーマに応じたのが訓問の手法を柔軟に演用し、対象となる時代の申請を包括的に位置づけるよう主張した。自己の問題意識から出発し、様々な資料から得られた仮説を組み立てつつ、対象のテーマを掘り下げて、 再構成するテーマ詞または問題史を提唱した。この姿勢は19世紀のランケが、ドイツ統一のナショナリズムの機運の影響下で、政治史外交史戦争史的側面の強い研究を行っていたのと対照的である。フェーブルは、二つの対戦を経て、人間の神聖の進化や歴史での、その描かれ方に強い疑念を抱いていた。そのため、歴史を、 人間を対象とする学問と定義づけ、歴史家の役割を問題提起を行うことであると規定した。斉藤保家編、7ページ、杉浦保家、37から38ページクラるル、76ページ、パリ大学の大学院部門に相当する部門創設は1947年、後に1975年に独立して、社会科学高等研究院となる。 上官のみ役所、田辺分けが文庫下巻で出版されるまで未役だった。ありがとうございます。